縄じゃなくて縄。トラッドのドープラッドトーキング。あきれるくらい澄んだ空見上げ、進んでく誰が止めても無駄なんて明白。皆さんこんばんは、トラッドの近藤孝之です。こんばんは、トラッドの小野大輔です。今週もドープラッドトーキングスタートしました。そうです、7月最終週、はい、はの放送でございます。いやー、7月ももう終わるのか夏もうすぐ過ぎちゃうよ。これ過ぎちゃうでしょう ねこの感じだと ねどうなの、はい、夏感じてる夏はいや感じないですよ、もちろん。え感じてない。感じてないの。感じるようなことをしてない。あの暑さのみでしか感じてない。暑さのみでしか夏を感じていない、はいはい、風物詩的なものは何も。こちらですね、はい、台本の方にはですね、はい、我々も夏を感じるトークを一つくらいしましょうね、一つくらいっていうですね、はいはい、非常に挑戦的な文言が書かれておりますのでこれは浅野君書いたんでしょうね、はい、これはもうね、うん、夏トークをね、うん、せざるを得ないんです。そうですよね、夏トークを一個しないと、うん、はいはい、あのオープニングが終わらないです、うん、嘘でしょ。そんな、はい、ずっとオープニングです、ね、そんな枷があるの、はい、ずっとテイクハイヤーが流れながらずっとオープニングです地獄マジっすか。なんだろうね、ひねり出さないとね。海さ、はい、見に行ったよね。え、海見たよね。見た、俺もね。もう見ただよね。見た見た。俺と近藤君ね、うん、奇遇にもね、奇遇にもね、2人ともね、うん、同じ海を見てるみたいな。そうだよね、うん、2カ所ぐらい見てるよね。そうなんですよ、見たね、うんうん、仕事でこれが何なのかはまだ明かせませんけれど、はい、そうですね、どうやらトラッド、うん、はい、夏を感じながら仕事してたようです。そうですね、はいはいはい、もう勘のいい方はね、うん、お察しの方もいらっしゃるかもしれませんね。なんでしょう ね楽しみですね、はい、ちょっとね、皆さん楽しみに待っててください、はい、うん、いいのができそうだよね、あれね、うんうん、あれ、うんうん、いいのができると思うよ。さあここまでだ、はい、どうだ、いいだろ浅野くん、 OK いないんだけどね今日。それでは始めてまいりましょう、トラットのドープラットトーキング。今日も最後までよろしくお願いします。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。トラッドのドープラッドトーキング。改めまして近藤孝之です。小野大輔です。うん、ニューシングルに向けた作業も実は結構進んでおりまして、おい、まあね、うん、だからね、ちょっとずつ皆さんにお伝えしていきま す、うん、そうですね、さっき言った夏を感じたお仕事っていうのももちろんトラッドとしてです、はい、そりゃそうですよ ね、はい、いや本当に早くお届けできる日が来るのをね、うん、皆さん楽しみに待っていてくださいということでですね、プライベートはどうなんだって話ですよ。あとはプライベートか、うん、何か買ったもの。買ったものはありますよ、あります、うん、何買いました最近は。サンドバッグあのボクサーが殴るやつですね、はい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 、お家に。お家に、吊るしてんの。あのスタンドタイプにした。あ、うん、そんなのあるんだ。あるあるある。へ、うん、お家にサンドバッグを置いている。そう、うん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 、それは何、夜な夜な殴るの。夜な夜な殴るよ、うんうん、牛見つ時にボムボムって、あのクレヨンしんちゃんのあの子みたいに、あのドスドスいやなわけないんだけど、運動としてね。はい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 、はい、うん、あんまり音とか鳴らないのあれは。いや鳴るは鳴るんですよ。だから、うん、僕は寝室にアメちゃんを、ウサギちゃんを驚かせないように、うんうん、音に敏感だから、うんうん、寝室に入れ込んで寝室でこうベシベシやってる。夜な夜な、うん、夜な夜な朝とかじゃないんだね、うん、朝ではないね朝は本当に牛みつ時にドスンドスンドスンとね。ちょっとね、うん、隣の方とかお察しいただきたいですよねもし聞こえてたらいいもの買ったね。でもね、ストレス解消になれそうだもんね、はい、そうですね、うん、はい、うん、小野先生は何か買ったものないの。僕今日買ったよ。え、今日買った、うん、持ってきてる。
まただまただ魔王魔王じゃん何のこっちゃ分からんよね。今トークだけ聞いてる人はもう魔王魔王じゃんって魔王魔王じゃん違う違うお酒ね、お酒ね、まあ、基本的にはね、最近はハイボール派だったんですけれど、焼酎派にね ちょっとずつ今移行してて、いましたか、夏はやっぱり爽やかにソーダ割りにするのが好きでね、ソーダ水精製機持ってるもんね。そうなんですよ、で魔王はね、ロックで飲むことは多いんだけど、最近ソーダ割りにちょっとしちゃったりなんかして、ね、魔王いけんのよ。贅沢な使い方してますね、またいけんのよ。ほんと、優しいからね魔王。ああそうなんだ。実はおそんなねえ、いかつい名前してて魔王だと思うでしょ思いました思いました。魔王嘘つけや本当にそんな魔王みたいな感じの味の表現すると、魔王。ああ すごいまろやかじゃん。まろやかなの。まろやかじゃん本当に。もう最初の印象って俺も同じで、めっちゃきつそうだなって思ってたんだけど、何これ飲みやすいって。いや魔王とその何伊蔵なんだっけあれ。あ森伊蔵、ね、森伊蔵森伊蔵と魔王はやっぱりこうガッと来てるからね名前がね。でも森伊蔵もそんな、森伊蔵じゃなくて森伊蔵。嘘つけ今すごい爽やかにあのジェスチャー付きでやってくれたけど嘘。じゃああれは遠くの方の名所、の14代とかも、結構すっごいしよ。14代大好き。14代は日本酒だけど、あの焼酎も出してるよね。あそうね、そうなのよ、14代も14代だよ。嘘つけ重始末みたいなそうそうそれそれ華やかだからね。でもね味が美味しいよね。大好きよ俺も14代大好き。あとあれじゃあその焼酎の話で言うと、3M っていうのがあるんだよ。 3M、何やそれ。もう一つね、村尾。村尾、あ聞いたことある、聞いたことある。村尾はね、村尾って感じ、ね、かっこいいじゃん。渋いじゃん、ちょっと渋めかな。渋いね、お酒に渋い当てるの面白いね。重いね、エモいね、エモいかい。面白いを通り越してエモいが。ありがとう。今面白いって言おうとして重いっつっちゃったから、じゃあエモいにしようって言っただけなんだけど、あとっさにエモいにしたの。エモい、エモいですよね。そのとっさの判断がエモいわ。でも口気持ちいいやつ多いよね。あのなんか名前ダサい、ダサいっていうね。本当に近藤くんのやつは全部男らしいね。なんか渡り哲也くんっつっちゃったけど渡り哲也さんみたいな、はい、面白い、こういうのいいね。まあでもほら、お酒って僕の趣味でもあるからね。本当そうね、いいと思うよ、なんか、ね、この夏もまあ適度にね、はい、ソーダ割りで楽しんでおります。飲みすぎないように。あそんなわけでね、そうメールいっぱい来てるんですよ、なんかいっぱい来てるなと思ったら、あの趣味のメール募集したんですよ、僕ら。ああそうだった、すっかり忘れてましたけども、まあ、主にだから近藤くんが趣味がないから欲しいって言ってたんで、はいはいはい、募集しますっつって。そうでしたね。そしたらいただいてるんですよ。たくさん読みましょう。読みましょう。はい、ではラジオネーム若菜さんからいただいております。はい、小野さん近藤さんこんばんは。こんばんは。趣味募集中とのことで、僭越ながら私の今ハマっている趣味を紹介させてください。いいでしょう。私が今ハマっている趣味は柔軟体操です。柔軟体操。イントネーションおかしいけど。何ですか。柔軟体操じゃ。そうです、柔軟体操。柔軟体操ですじゃないですね、以前から健康のために取り組んではいたのですが、最近毎朝柔軟体操をしている時、少しずつ体が柔らかくなっていることに気がつき、それからどんどん柔軟にかける時間が伸びていき、昨日とは違う自分に出会うことが楽しみになっています。お二人もぜひ柔軟体操を趣味にするのはいかがでしょうか。いいですね。これはやってるもんな。あもうすでにやってた。ルーティーンに入ってます。これは趣味というよりは何年も、まあ、ある意味日々のトレーニングの一環みたいなところですか ね柔軟体操。気持ちいいよね。おお、もうね、若菜さんやってました。近藤くんはごめんなさい、僕はニョーンって伸びる
あチューブね。そうそうそう、うん、あのチューブを最近現場に持ち歩いてミョンミョン伸ばしてるね。そう、可動域が広がるからね。可動域、僕もあれやってるよ。うん、うん、ああこれいいね。じゃあ趣味、うん、もう趣味でした。はい。でも若菜さんありがとうね。ありがとうございます。これ健康にいいからね。そうだね。じゃあラジオネームマスさんからもいただいております。うん、こちらも読みますよ。近藤さん、小野さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。毎週楽しい放送を届けてくださりありがとうございます。とてもさす。さて、何？とんでもございません。あ、とんでもございませんって言ったんですね。うん、はい、先日の放送でお二人の趣味を募集されているとのことでしたね。うん、好きなものことから広げるのがやはり馴染みやすいのかなと思うので、そうでしょうね。こんなものはいかがでしょうか。お、どんなものでしょう。うん、小野さん、はい、ラジオがお好きなので素性を隠してさまざまな文化放送のラジオにメールを投稿し採用を目指す職人になる。面白い。おお、刺さってるやん。はがき職人、まあ今だったらメール職人ですね。なんていう名前でやる。ずっしりズッキーニ。ずっしりズッキーニ。それなんで。いや、僕の前ついてくれてたマネージャーがそういうのやってたから、はがき職人。ああ、でずっしりズッキーニっていう名前で送ってた。なんだろう、口気持ちいいね、やっぱり、ね、うん、 そうね、そういうのもね、うんうん、ああそういうのがいいんだよ、うんうん、やっぱり、うんうんうん、でもそれはマネージャーのだから、うんうん、元マネージャーのだから、さすがにパクるわけにはいかん、うんうん、じゃあライムライトで。かっこいい、うん、あのよくバーの名前とかにね、そうです、来る夢来る人、うん、ライムライト、ライムライト、はい、丸の内にあるやつだ。あ、そうなんだ。うん、僕の実家のある町、うん、坂川町にもね、うん、昔あった、うん、あ、本当に今もあるのかな、どうだろう、うん、そうなんだ、うん、ライムライト、スマングローブさんがそこから出てきた。へえ、そうなんだ、で、ね、すごい豆知識が出てきましたけれども、うん、あのハーキ職人いいですね。いい、あ、響いてますよ、うん、マスさん、やりたいやりたい、うん、どの番組に送ろう。まずはコムチャかな。コムチャコムちゃんに送ろう。ライムライトで。そうだね、読まれたらじゃあ皆さんお察しくださいね。そうですね、あいつ読まれてるっつっていいな、いろんな番組に送ろう。小野くんとね、小野くんと分かるあのネームじゃないといいな。あ、そっか、うん、そうなると、いや、ちょっと考えよう。そう、そういうアドバンテージはちょっとずるいから。あ、今ね、うん、じゃあ今言ったのはなしで、うんうん、なんか珍妙なの考えるよ。そうそうそう、うん、本名 OK 小野大輔だと。ダメだっつう、だから本名 OK 小野大輔、小野大輔だって思わないでしょ。いや、でも面白がるんじゃない、多分面白がられるんじゃない、うん、まあね。そしてね、俺気づいた、うん、今こう放送で言ってるともう使えないんだ、うんうん、使えない、そうそうそう、気づいちゃう、ね、バレちゃうから、ね、はい、あ、これはいいですね、うん、そして近藤さん、はい、近藤さんにもあるんですよ。うさぎがお好きなので、はい、うさぎ検定を受けてうさぎマスターになる。うさぎ検定、はい、ああそういうのがあるんだ、うんうんうん、はい、実はメールにリンクも貼ってくれていて、うん、へえ、親切丁寧ですね、うん、うさぎマスターの検定、うん、俺はうさぎマスターになる、うん、ってことだね。ね、うん、うさぎゲット出せだよね。え、かわいそうそれはかわいそう、かわいそうなんだ。あ、ボールに入っちゃうからね、うん、そう、あ、なるほど、うん、すごい、もうすでにウサギに感情移入してますね、ちゃんと、うん、勉強の進行具合や採用状況など途中経過をこの番組で報告していけば新たなコーナーもでき一石二鳥ではないでしょうか、ということで。いやー、マジっすか、うん、でもウサギの知識深めるっていいんじゃないですか。まあそうっすね、ウサギ検定っていうのがあること自体も知らなかったから、うん、勉強になりました。なるほど、ありがとうございます。これじゃあ前向きに、いや勉強になりました、ありがとうございます。おい、うん、じゃあ続いては、あ、じゃあもう次は近藤君に呼んでいただきます。こちらラジオネームつみきさんからいただきました。近藤さん、小野さん、こんばんは。こんばんは。指先がノーブルでおなじみの小野さんにおすすめの趣味は、うん、トランプを使ったカードマジックです。嵐の二宮さん、かまいたちの濱家さんなどマジックを趣味されている芸能人も多いですが、いかがでしょうか。ということで、パチンと指を鳴らすと選んだカードが一番上に上がってくるマジックが見たいです。極めれば必ず持てると思います。ということで、積木さんは私に対するものは送ってきてくださってませんね。ありがとうございます。手品か。手品どうする。手品ね、俺でもね不器用なんだよね、めちゃくちゃ。うん、そうなんだ、うん、指先が、指先が不器用。
うん、へえ。あんまり得意じゃないかも手品は。あと手品って、うん、そのなんていうんだろうな、うん、ミスディレクションっていうの、あ、あるのよね、うん、なんか注意をうんうん、引きつけといて、うん、別のことを見えないとこでやるみたいなことあるでしょ、あるよね、うん、だから人を騙すテクニックがないといけないんだけど、だ、ね、俺バレバレなんだよね、うん、だから顔に出るもんすぐ。そうでしょ、うん、だから、うん、これは却下です。なんと趣味募集したのに却下が出ました。ごめんね、無理だ。そ俺にはそういうケースもあるんだね。あ、バレちゃうんだもん、いくらうまくやったって。そうだ、ね、顔で、はい、じゃあラジオネームパステルさんのメール、これも見ましょうかね。パステルさん、近藤さん、小野さん、はじめまして。はじめまして。はじめましてですけど、ラジオ第1回目から毎週視聴しています。ありがとうございます。本当にありがとう。第14回放送でお話しされていた新しい趣味、私から一つ提案させてください。ういそれは絵です。絵ですか。趣味としてかなり王道ですが、絵といっても様々です。あげればキリがありません。中でも絵手紙や、詩画といった、絵プラス文字で構成するものをおすすめしたいです。うん、日記感覚で書いたり、メッセージカードとして誰かに送ったり、うん、手軽に書けるのが魅力です。うん、ルールは絵と文字を組み合わせることだけです。うん、絵、文字、言葉、組み合わせは自由です。うん、以上です。少しでも参考になりましたら幸いです。うん、絵、うん、文字と絵で、うん、絵が、うん、どうした。ちっちゃい頃はすっごいお絵描き大好きで、うんうんうん、描いてたんですけど、うんうん、最近は確かに、うん、絵が老後そのセミリタイアした後とかに、うんうんうん、絵を趣味にされてる方とか多いので、うんうんうん、なんかやってみたいなって思うかなって思ったら、つい、うん、書いてみたいって思わないんだよね。思わない。思わない。パステルさん、どうしましょう。ごめんなさい。やっぱなんかね、そうで無理してやってもね、やっぱりそのね、やっぱり触手が動かないと、やっぱりその、そうですね、ね、いつか嫌になる時が来るかもしれないからね。ああ、そう。絵よりも僕はその、うん、僕の話をすると字。字ね、うん、はいはいはい、お習字、書、そうだね、うん、まあ、作品、うん、バラカモンきっかけで書道を少しだけかじってみたりして、うん、自分なりに書いてみたりして、うん、結構ね、うん、面白いなって思ってて、うん、まあ、未だにね、筆文字書くのすごい好きだから、うん、僕は書でいいですか、パステルさん。ね、絵ですって言ってるのに。似て非なるものではあるんですけれどね。え、ね、あ、でも趣味としてはだからすごく王道ですよ。王道だし、とってもなんかね、うん、創作、はい、うん、なんかすごくクリエイティブなね、趣味だなと思うんで、とってもいいと思うよ。マインドフルネスだし。お、うん、じゃあ近藤くんは老後に、うん、老後にね、趣味に、もし職種が動いたら、動いたらね、うん、じゃあそこに俺書くから字を、あ、そう、合作しよう。合作ですね。うん、はい、あ、そんなわけでパステルさん、これからも聞いてくださいね。よろしくお願いします。お願いします。これにこりず、これからも僕たちへの質問、疑問、やってほしいこと、何でも OK です。メールお待ちしております。おいではここで一曲お聴きください。トラットでバーミリオンフェニックス。滴り落ちる大雫の味を知ってるから、鈍い色の空に挑むよ、千の花広げて、いつからか青く引きた太陽が目を溢り出した影が All of Red World。 あんなおとぎ話やふざけたドラマ、もう夢は見ない、何度だって Look me down、 倒れても遠い、あ、立ち上がろう、不死鳥のごとく、この場所でバミリオンフェリー、中和感の炎、バミリオンフェリー、この未来でくれ、そして灰になって、命が終わっても蘇る。
ドラッドのドープラットトーキング、ザ・ランキング。いろいろなものの個人的ランキングのベスト3とその理由を送ってもらい、それと同じテーマで僕らの1位もご紹介していこうというコーナーでございます。はい、というわけですね、はい、うん、行く行きましょう。行こうよ。コーナーはやらないという選択肢はないのでそうだね、はいはい、ではメールでいただいているものをご紹介しましょう、はい、まずはラジオネームカナナさんからいただきました。うん、海外旅行先ランキングベスト3、第3位シンガポール。おー、シンガポールどうですか。成長著しいっていうイメージですよ。あー、そうなんだ。マリーナなんだっけ、ベイサンズだっけ。あー、あのイメージあるね。イメージですよね、はい、コナン君に出てたやつでしょ、根性のフィストに。うん、うん、そのイメージ上にプールあんだよね。あ、そうそうそう、船型のね。あのプールはどうなの、近藤君は。成功者の証としてはすごいと思うんだけど、俺失神するだろうね。ああ、高くてね。俺ぐらいになると、うん、俺ぐらいになるとの使い方を著しく間違ってはいますが、うん、俺ぐらいになるといやさらに誰かが入ってきましたけれども、近藤君の中に、ね、うん、俺ぐらいになると。お、何回も入ってくるね失神するとあれはシンガポールで、うん、まあでもそうだね、はい、確かにあの成長著しいっていうのはですね、うん、なんかあのテイクユーハイヤー感あるよね。あ、まあそうですよね。そういう意味で僕らの楽曲で言うとね、うんうん、どんどん上っていく感じ。そうですよね、うん、ね、いいね、うん、これまだ第3位ですよ。お、さあ続いて第2位ニューヨーク。いや、わかる。あ、そうなんだ。わかる1位じゃないんだぐらい、むしろ、うん、あ、そうなんだ、うん、この子はニューヨークは刺さってる。もう住んでみたいの、唯一住んでみたい住んでみたい。え、これ理由聞いていい、うん、なんでなんで。やっぱニューヨークだよね、はい、そのなんちゅったらいい の、 あのハドソン川とかさ、ハドソン川での沿いで食事してみたいし、ブロードウェイでなんか感激したいし。あ、なるほど。ニューヨークだよ。だってフランク・シナドラとか聞きたいし、ニューヨークでまあでもそうだね、華やかな街、うん、芸能の街っていう感じしますね。ね、うんうんうん、ヤンキースタジアムも行ってみたい。あ、本当だ、うん、いや、なんかニューヨークってめちゃくちゃなんか派手だね。あ、でもなんかすっごい惹かれるから、なんかあるんだろうな、理由がと思って。へー、近藤君ニューヨークにも行きたい。そして、はい、じゃあ最後、うん、第1位ランドン。おしゃれ。ロンドンはどうよ。おしゃれですね。おしゃれというイメージ、ね、やっぱ洗練されてるっていうイメージです。あれ、でもシンガポールとニューヨークよりはちょっとロンドンは、うん、ロンドン、うん、なんかわかんないですけど、うんうんうん、すごいなんかこう京都でいうとこの一元さんお断りじゃないですけど、うんうんうん、なんか敷居が高いような、うんうんうん、勝手に思ってるっていうだけかな。はあ、なんかロンドンってまさしくトラディショナルな街だよね、あそこは。うん、多分そうだと思うんだよね。ああ、うん、確かにな。イギリス、その英国英語とか身につけてないとダメなんじゃないかなとか思ったり。あるやもしれん。バッキンガム宮殿。バッキンガム宮殿、ね、言いたいだけっていうちょっと吹いてるしねバで吹いてるし、うん、そうだね、うん、バッキンガム宮殿いいよね。頭長いさ、うん、帽子の、あ、はいはい、あの A さんいるの、バッキンガムだっけ、ね、バッキンガム宮殿ね、バッキンガム宮殿、バッキンガム宮殿いいよね、うん、もうそれを、もうその言葉を、そのフレーズを言うためだけに行きたいけど ね、 そうだね。あ、ここがバッキンガム宮殿か。わかるよ。あとフィッシュ&チップス食べてね。ああ、うん、エールを飲んでね。エールを飲んで。ああ、うん、でも楽しそうですね。ね。はい。うんうん、さあ、うん、まあでも僕らはね、はい、どうですか、うん。僕らの1位を話し合ってくださいだって。まあ、なるほど。どこでしょうね。僕はニューヨークなんで。ニューヨークか。はい。俺でもアメリカだと、うんうん、ラスベガスもいいなって。おい。
あとサンフランシスコ著しくイントネーションが違う気がするんだけどね、一応ね。そうなの、うん、サンフランシスコって言ってる人多分ヒロシといえど小野くんだけど、ここがサンフランシスコ小野ぼりさんがからのラスベガス、ラスベガスいい、その美濁音は気持ちいいね、うん、でしょ、でしょ、濁音は気持ちいい。ただ多分両方行くってなると、うん、めちゃくちゃ日にちが必要だ、ね、いやそうだよ、飛行機で移動するんだもんね西と東だもんね、端っこ同士、どんどんだよね、うん、まあでも、うん、まとめると、うん、アメリカですはい、ということで今日は以上でございます。皆さん自身のランキング、そして僕たちに話してほしいテーマのランキングを送ってください。お待ちしております。以上ザ・ランキングでした。トラッドのノープラットトーキング。お送りしてきましたトラッドのドープラットトーキング、本日の放送も間もなくお別れの時間となりました。この番組ではメールを常に大募集中、質問から希望要望コーナー宛てなどどんなことでもいいので、ぜひ番組宛てにメールしてください。メールアドレスは trd@joqr.net trd@joqr.net です。そしてここでトラッドからのお知らせ、トラッドのファーストシングルストレンジャーズは11月4日発売。こちらは10月スタートのテレビアニメ吸血鬼すぐ死ぬのエンディングテーマになっています。初回限定版、通常版、アニメ版、キャニメ版の4形態での発売となっており、初回限定版、キャニメ版にはストレンジャーズミュージックビデオやメイキングなどが収録されたブルーレイが特典でついてきます。さらにキャニメ版には吸血鬼すぐ死ぬの原作ボンノキイタル先生の書き下ろしアクリルキーホルダーがついてくるそうです。発売をお楽しみに。はい、そしてトラッドスペシャルライブ2021トラッドの開催も決定。開催日は2021年10月23日、会場は神奈川県民ホール大ホールです。またこちらのライブはオンライン配信の予定もしております。発売中のミニアルバムトラッドにチケット販売優先申し込み券が封入されております。ぜひライブにお越しくださいませ。その他最新情報はトラッドの公式ページや SNS をご確認ください。はい、ということでお送りしてまいりました。はい、さあ夏っぽい放送できてましたかね今日は夏っぽい感じはそんなしなかったと思う。全くしませんでしたね。おっしゃる通りあ、一個言い忘れた、はい、最近買ったもの、おマワハンガー。あ、出た、はい、ナワハンガーねその話ね、うん、この間、はい、トラッドのいろいろね、はい、やってる時に、はい、まあ、空き時間に話してたんだけど、はい、この子あれマワじゃないって言ったら、はい、どうも近藤くんも、はい、あの人捨てにいいよって聞いたんだよね、はい、あれ。そうですそうです、はい、でその時はそれナワって聞いてから俺縄で調べても一向に出てこないの。そう、僕あのググったんじゃなくて、うん、あの東急ハンズで見つけたの偶然、うん、なるほど、ね、これが縄ハンガーやと思ってだからググってないからもう縄のまま入っちゃってるんだよね。なるほどね、縄でしたね、縄です。そうですね、なので皆さんあの縄でぜひ検索してください。すいませんでした。もうあれいいよね。あ、いいでしょう。あれはいい、ね、あれはいいものだ。優れものですよね、非常にいいあのハンガーはいいものだ塩沢カネトさんなのかな、はい、ということで今週は以上でございます。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はトラッドの近藤孝之と小野大輔でした。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。